半杯遺跡は中国の先制小西安市、橋区加東岸の新築街道半端村に位置する新石器時代の遺跡。市内より東八キロの大地に位置し、行商文化に属する典型的な母系氏族集落遺跡である。1952年に発見され、1954年から1957年にかけて発掘調査が行われた。遺跡面積は、 約5万平方メートル、そのうち5分の1の範囲が調査され、住居あと46箇所、穴蔵穴200以上、博草、移行247箇所、東洋、移行6箇所を調査、1万点以上の遺物が発見された。中国で初めて発見された大規模旧石器時代の遺跡として注目され、1958年に博物館が建設されている。また、 同遺跡からは、半端文字と呼ばれる文字に近い記号も発見されている。集落は不規則な円形となっており、居住区はその中央に位置し、南北二つの異なる種族グループを形成している。グループには、集団で使用したと推測される大規模建造物が位置し、その周囲に住居遺構が位置している。居住区を堀が取り囲む看護集落であり、北側には、 共同体の墓地があり、墓は、成人が土工墓、幼児や子供は亀館に入れられていた。東側からは、東洋以降が出土している。販売石は農業及び狩猟を中心とする、経済活動であったと推測され、それは、斧や隙などの農具、矢尻や矛などの狩猟具、また穀物及び家畜、野生動物の骨格が出土していることから、推測される。 ありがとうございます。